アタリチャンネルラジオ。どうもこんにちは、星野源です。嘘です。どうもこんにちは、アタリです。アタリチャンネルラジオ過去仮、今週も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。このアタリチャンネルラジオ過去仮、僕がただただ喋りたいことを喋るだけの雑談情報番組。ゲーム実況の近況報告や日常の近況報告と合わせて不定期にお届けします。というわけで、アタリチャンネルラジオ第84回、4回だね、84回でございます。今週もよろしくお願いします。先週ちゃんと来週もやりますって宣言した通り、今週もやらせていただきます。土曜日配信って決めてたわけじゃないから大丈夫。いや、土曜日にね、金曜の夜だ、やろうと思って台本を作り始めたんだけども、なんかね、もうネガティブなことしか出てこなくて、全部愚痴っぽくなっちゃったから、ちょっと一回台本書き直すかと思って真っさらにしたんだけど、そっから書き始めたら一瞬で寝落ちしてしまって、あ、これも一回寝なきゃなと思って寝たら、そのまま2日遅れになるっていうね。まあそういうこともあるよね。そういうこともあります。人間やっぱり、休む、休憩って大事だから、だから2日間ちょっと間を空けてしまいました。お待ちいただいた方は申し訳ないですけど、さてというわけで、僕の近況報告も兼ねていろいろお話をさせていただきたいんですけども、皆さんちゃんと外出自粛してますか？これ新型コロナウイルスのね、感染拡大を防止のために、まあ家にいてくださいと、いろいろ言われてるわけですけども、そのせいなんだけども、今週何もしてない。本当に何もなかった。多分そういう人って多いと思うんだよね。家にいるだけで、テレビ見たりとかゲームしたりとか本読んだりとか、まあ自分のこう好きなことをやったりとかね、それができる人ならまだいいんだけども、これさ、この騒動じゃないんだけども、こういうムード雰囲気がいつまで続くかわからないじゃないですか。で、このいつまで続くかわからないっていうこの不安から何も手につかないっていう人も絶対いると思うんだよね。だから結局時間があったとしても、そういうやる気が出ないっていう人も多いと思うんですよ。そんな時はこのアタリチャンネルラジオを聞いて元気を出していただければと思います。いつもあなたのすぐそばに、アタリチャンネルラジオ過去仮、84回始めていきたいと思います。というわけで、何回始めた今。2回目オープニングトークしたぞ今。びっくり、すごいね。これ手元に台本あるんだけどさ、台本通りにいかないもんだね。というわけで、この自粛ムードの中、やんや言われてますけどもね、自粛しろとかね、外出するな、でその政府から外出、なんて言うんだろう、その出勤してる人を減らせというお達しが、直接こうお達しじゃない、要請がね出たんですよ。強制力のない要請が出たわけですよね。そんな中、私メガネ屋で働いているんですけども、出勤しております。お仕事なんです。このご時世にお仕事でございます。いやー、これがね、怖くて仕方がないんですよ。僕メガネ屋といっても、コンタクトレンズもね、販売も取り扱っておりまして、でやっぱりコンタクトレンズを買いに来るお客様ってすごく多いんですよね。このご時世でね、いつお店が閉まってコンタクトレンズを買えなくなってしまうかもわからないこの中で、やっぱりまとめ買いをしに来るお客様は結構多いわけですよ。そうなってくると、もうお客様と接する機会が多いのなんのって、
まだそのコンタクトレンズの販売ぐらいだったらまだいいんだよね。だからコンタクトレンズ用意してお会計して、はいありがとうございましたで終わるんだけども、これからそのなんですよ、メガネってなってくるとまた怖いんですよ、うん、メガネってさ、やっぱり測定するじゃない、視力とかね、どれぐらい度数出したらいいのかっていうかね、うん、そうなってくるとだいたいやっぱ 2,30 分はかかるんですよ、うん、検査に。で結構距離近いじゃないですか、至近距離なんですよ。だからこれはね、完全に濃厚接触なんですよね、お客様との濃厚接触。まあ1日1濃厚接触ぐらいはあるかもしれないよね。今日も今日とてお客様に濃厚接触させていただきました、私。いやでも今さ、それこそ新型コロナウイルス感染拡大っていうところで、予防としてはやっぱりメガネをつけるのもね、すごくいいことだと思うんですよ。何があれかって、そのコロナウイルスも目から感染するってよく言われてたじゃないですか。最近あんまり言われないけどもね、言われないけども感染はすると思いますよ。でコンタクトレンズってさ、まず手で直接触るじゃん、ね、手で直接触ってそれを目に入れるじゃん。これ手にウイルスついてたらもうアウトだからね。怖くないのかなって思うわけよ、コンタクトレンズをしてる人って。まあ怖くないからつけるんだろうけども、その点メガネっていいじゃん、目にかけるだけだから、ね、でやっぱり洗えるし、あちょっともしかしたらなんかこうなんか触っちゃったかもって言ったら洗ってね使えばいいわけだし、でその例えば咳やくしゃみとかのね、まあ、そういった飛沫っていうものに関してもやっぱり目をまぐる守れる、やっぱりメガネはねかけていくべきだと思うんですよ。一番いいのはね花粉ゴーグルなんですよね、がっちりもう物理的にガードする、花粉ゴーグルが多分一番いいかなと、ベストな選択。いやベストな選択一番で言うと水泳のメガネ、水泳ゴーグルなんだけども、それはあまり現実的ではないから、それはなしにしておこう。やっぱりまあ花粉ゴーグル、とかはすごくいい、選択肢なんじゃないかなって思ってる昨今でございます。皆さんもね、メガネかけていきましょう。花粉ゴーグルもこう度付きのレンズに変えられるものは多いんで、そういったものもね使って、最強なのはね、花粉ゴーグルに曇り止めレンズをつける、最強だと思うんですよね。マスクしても曇らないんだもん。メガネがまた曇るんだよな。僕も仕事中はね、やっぱりメガネ屋としてさ、やっぱりメガネかけてなんぼじゃん、店員って。ユニクロの店員がユニクロの服着てなかったらちょっとそれはなしでしょって思うじゃん。ユニクロにいていらっしゃいませっつって出迎えてくれた店員さんがゴリゴリのグッチとか着てたら、えってなるじゃん。お前がユニクロの服着て俺たちにこうその着てる感じを見せてくれなきゃ誰が見せてくれんの。そのポスターじゃだってその足投げモデルさんしか着てないぜってなっちゃうじゃん、ねえ。だから僕もね、その仕事中はメガネをかけてるわけですけども、曇る、マスクしてるし曇るんですよね。あとそのマスクしてるじゃん、でメガネも曇るのもそうなんだけども、そうマスクをしていて、最近ですよ、多分こう1ヶ月ぐらいからマスクし始めたですけども、なんだろう、特にね夕方以降なんですけども、マスクがえらい臭くなるの。これは僕にね、そういうなんだろう、清潔感みたいなものをこう見出しているプリンセスの方々にはね、本当にこう申し訳ないのかもしれないんだけども、マスクがくせえんだ夕方以降。
でさ、自分で感じるってことはさ、そういうことだよね、じゃない？いや、これ本当になんか自分で自分にこう絶望してしまってさ、別に今までがその 俺口とか臭くねえしって思ってたわけじゃないわけ。これ口臭、自分の口臭ってさ、自分じゃわからないじゃん、どうやったって、うん、だから人に言われることもないじゃない。おめえ口くせえなって言わないでしょ、人に向かって。だから人に言われる機会もないわけじゃん。だから自分が口が臭いっていうことを気づけない人って絶対多いと思うわけ、うん、でも今回のね、新型コロナウイルスの騒動で私はもうマスクを四六時中つけてるわけですけども、くせえ、くせえんだ、これは本当にね。逆にその辺、その点に関しては逆にありがとうなのかもしれないよね。今まで知ることができなかった自分の意外な一面を知ることが、意外でもないんだけどさ、僕だってもう35歳ですよ、今年で。口なんか臭くて当たり前なんですよ、うん、いや絶対20代はまだね、そこまで気ぃつかないと思う、そこまででもないと思うんだけど、多分ね30超えてきたらもう多分9割5分ぐらいの人はね、口臭いと思うんですよ、うん、絶対絶対内臓とかおかしいもんだって、どうやったって僕の勝手な偏見だけども、うん、だから気づけたことに対してはやっぱり、うん、なんかよかったと言っちゃよくないんだけどもね、うん、でも今回こうやって気づけたわけだから、やっぱりその口臭対策っていうものに対してやっぱり僕も前向きにね検討して、ちょっと待って、まだ何もやってないみたいじゃないやってます、やってます、ちゃんと歯磨きしてます、うん、歯磨きして、なんていうんだっけ、リステリンか、リステリンをね、職場のロッカーに入れておいて、で歯磨いてぐちゅぐちゅやるっていうね、うん、のをやっている、うん、これやるとね、割と抑えられるかな、うん、それでも夕方以降やっぱり臭くなるけどね。これもう口の中がどうとかじゃない気がするのよ、もう内臓が悪い、うん、多分で、でもみんな多分どこかしらおかしくなってるでしょ、胃とか肝臓とか腸とかね、うん、僕さあ、これがさもう若い頃からずっと悩みなんだけど、便秘体質なのよ。お通じなんて週に1回あればいい方ぐらいなの、すごいでしょ。だそれを言うとお医者さんに毎回、いや待てよと言われるぐらい、いや週1って、もう下剤とか整腸剤っていうのは毎日服用してちゃんとお腹の調子を整えてくださいって言われるぐらい、やっぱり便秘体質なわけよ、うん、でそのよく言うじゃん、その大腸からその便秘がね続くのね、大腸からその血液になんかそういう便のなんかそう悪いのがこう染み出していって、なんかこうやっぱり内臓が悪くなるとかね、やっぱり口が臭くなるっていうのは、ね、よく聞くわけだから、本当にね、もう常々ね、気をつけなきゃと思ってるんだけども、これがこのマスクをしてね、自分がやっぱり臭いんじゃんって気づけたこと、うん、それはもうプライスレス、うん、プライスレスですよ。だって日頃そのこの騒動が起こる前はマスクなんてしちゃダメだったんだから、お客様の前でマスクをするなぞ、言語道断でござるよ、ニンニンって感じだったから、うん、そこで言うとさ、今までこれを周囲に振りまいてたのって思うと、なんかもうアイムソーリーだよね、アイムソーリー、ヒゲソーリーですよ、ごめん、本当今のはごめん、本当今のはごめんだった、
もう言わない、もう言わないです、うん、あでさ思うのがさ、あの僕の周りでもね何人かいるんだけど、コーヒーとかさ、コーヒーはまだあれなのかな、タバコ特に、うん、タバコをよく吸ってる人たちってマスクしてどうなんだろうなって思うわけ。よく言うじゃん、タバコやコーヒーを常用してる人はやっぱり口が臭いって言うじゃん、うん、僕もやっぱりそれを感じるわけよ。特にタバコ吸ってる人はやっぱり内臓からなんか出てるなっていうのは感じるわけ。だからマスクしてなんか口臭いとか自分で思わないのかなって思っちゃうわけよ。そうするとさ、あやっぱタバコやめようかなって思う人とかって結構いると思うんだよね、うん、これマスクする文化風習っていうのがこう広まれば禁煙効果にもなんかあるんじゃないかな、うん、逆にタバコをやめるよりも口臭を防ぐっていう意味でその歯をよく磨くとかね、うん、あとそのマウスケア用品、ブレスケアとかね、フリスクとかがねやっぱり売れ出すっていうのももしかしたらあるかもしれないね。隠れたこう商売チャンス、うん、フリスクが今バカ売れしている。次の品薄はもうフリスクだな、うん、今のうちに買い占めてメルカリで転売しよう、うん、フリスク転売していこう。1個今いくら、あれ100円ぐらいでしょ、うん、でもうフリスクを買い占めて200円で売る、うん、倍ですよ、倍倍ゲーム、うん、次はフリスクだな、うん、やらないけどね、そう多分手間の方が取るわフリスク一個一個倍の値段で売っていくなんて、うん、手間しかねえな、うん、はい、まあマスクとフリスク、マスクとフリスクはセットだろうというところですよ。まあ本当にツイッターなんかね、見続けてるのはね精神衛生上良くねえなって思うわけ。もうなんだろう、日本人、僕も含めだけど日本人って割とこう政治慣れをしてない人ってやっぱ多いじゃない、うん、あこれ前回も言ったか、その SNS 疲れみたいな感じでなんかサムネイル作った気がするわ、うん、おあっちが立てばこっちが引っ込むじゃないけどもね、こう政治家が何かをするたびに批判する人やその批判する人を批判する人が出てくるとかね、うん、いや本当になんかこうそういうのに慣れてないとやっぱり見るのも嫌だなってなっちゃうじゃん、うん、こうなんかとあるねつぶやきを見て思ったんだけど、頑張ってる政治家さんを批判しないであげてっていう声もやっぱり上がってるわけですよ、うん、いやその気持ちはね僕もすごいわかるわけ。そこまで言うことないんじゃないって思うんだけども、でもその今僕らが暮らしている日本のためにはそういった批判の声っていうのもやっぱり必要ではあるから、思ってることは言わなきゃ伝わらないっていうのはこれはね欧米だけじゃないです、日本も同じなんです、うん、だから思ってることは言わなきゃいけないけども言い方が良くないよね、言い方が、うん、どうしてもなんか喧嘩症になっちゃうもんね、こう上からかぶせていく、上からかぶせていくみたいな押さえつけようとする言い方がね良くないと思うんですよ、うん、まあ、僕がこれを何言ったところでどうしようもないんだけども、なんだろう、相手のさこう意見を全否定するようなね批判の仕方とかするじゃない、いや違う、それは違うと思うんだよなと思うわけですよ、うん、それこそこういった政治っていうものに関してはもう右とか左とかじゃなくていい悪い
何をするにしたってメリットデメリットってついてくるわけだから、うん、やっぱりね、批判する側はデメリットしか見てないですよ、うん、それを擁護する側はメリットしか見てないしとかね、うん、極端ではないんだけども、やっぱりね、うん、難しい。相手のことをおもんばかって発言するっていうのも日本人には大事なんじゃないですか。僕はそう思いますよ。どうでしょう。僕いいこと言ったと思う。どうでしょう。今高評価押しといて、うん、あと倍、あと20分ぐらい喋るから今のうちに高評価ボタン押しといて。ありがとう、押してくれた、ありがとうね。うん、いや、まあそういうなんかこう暗いじゃないんだけども、やっぱりこう なんていうのこのそわそわするような感じがやっぱり SNS なんかにやっぱつきまとってるから、やっぱこう楽しいことを考えていきたいなっていうのがね、うん、あるわけで、うん、なんだろう、最近今週の動きで言うとさ、なんだろう、あれどこの誰が言ったかね、まああえて言わないけども、三密、うん、ちょっとエッチな響きだよね、三密、うん、これ完全に断密に引っ張られてるだけなんだけども、うん、あの別に三密はエッチじゃない、うん、ただ断密さんがちょっとだけエッチなだけっていうだけで、三密、いやでもちょっとエッチな響きだよな、うん、三密、まあ三つの密を、まあ、避けようみたいな、まあ、そういうあれなんですよ、うん、だから密会、秘密、断密、この三つは避けていこうっていう、うん、断密は避けられないよな、断密はちょっと避けられない。でも今だったら田中みな実にはいけるんじゃないか、うん、何言ってるんだ、うん、ついつい言ってしまう、うん、ついついアホなことを言ってしまうんだけども、いやでもそのなんだろう、本当のあれってなんだっけ本当の密は何、密集、密接、ん、密閉、密接、なんか違うな、まあいいや、密接がなんか違うのかな、わからないけど、まあそういうなんだろう、密閉空間は避けよう、換気はしよう、でなんだっけ、密集、まあ人がね集まる場所は避けようとか、うん、なんかそういう3つの密を避けようみたいなね、うん、断密は避けられないけども密集するのは避けられるでしょっていうことですよ。なんかちょっとこう、なんだろう、語呂がいい、このなんか語呂のいい感じをこうちょっと出してます感がね、なんかちょっとイラッとくるというか、いやイラッとくるイラッとくるというか、まあ、うん、イラッとくるんだけども、うん、まあなんだろう、その語呂が良くないと覚えられないっていうのはあるよね、うん、僕思ったんですよ、3つのね、この密会、密集、密閉みたいな、密会、うん、分からない分からないけど、うん、その小学校の時とかさ、なんだっけ、その防災訓練とかさ、避難訓練とかあったじゃん、その時の標語、うん、幼い、かけない、喋らない、あの頭文字を取ってお菓子ってね、地域によっては幼い、走らない、喋らないで、お箸だったりとかもするし、なんか他にもなんか諸説ありって感じなんだけども、うん、皆さんの地域では何でしたか。僕はお菓子でしたね、うん、熊本にいた時にお菓子だったから、多分九州ではお菓子なんだろうね、別の地域だったらお箸だったりするんじゃないですか。うん、幼いかけない喋らない、密閉密集断密、
語呂がいいね。このさ、語呂の良さというかさ、こう標語とかを作る時のこの語呂よくまとめようみたいな、リズムよくまとめようっていうのは、これ日本独特のものなのかね、どうなんだろう。なんか標語とかさ、標語もそうだし、キャッチフレーズ、キャッチコピーとか、そういうのってなんかこうあるじゃん、語呂の良さとか。日本のこう独特の文化として、あの俳句とかさ、川柳とかあるじゃん、五七五七七、短歌だねこれね俳句と川柳を持ち出したのに七七までいっちゃったらこれ短歌だわ。まあでも五と七っていうのは日本人のこのなんだろう、リズム的にすごく合ってるというか根付いてるものだから、よく分解してみると五と七になってたりするんだよね。でさっき言った幼いかけない喋らないは、幼いかけないで七でしょ、喋らないで五だから七五になってるわけよ、幼いかけない喋らない、幼いかけない喋らない、密閉密集断密、断密も五ですよ、五断密ですよ。まあね、あでもあれか、別に日本に限ったことじゃないか、ふと思ったけど、ラップとかさ、ああいうこうブラックミュージック的なものもあれか、語呂だもんね。その言葉遣いのそのあれに関しては、まあ日本独特のものなのかな。7と5、これはもう母音と子音でセットになっている日本語だからこそかもしれないね。これ英語でやれって言っても割と難しいかもしれない、5と7で作れ。はい、まあ、そんな断密さんってすごくいいんだよね。今しみじみ言ってさ申し訳ないんだけどさ、あの何なんだろうね、あの色気っていうとなんかこう下水言い方になっちゃうんだけども、なんかこう押せばいける気がするっていうあの感じ、わかる？男の子ならわかるかもしれないんだけど、押せばなんかいけるかもしれないっていうあの感じがね、すごいたまらないですよね。そういうところがこう、なんですか、好きっていうんですかね、好きがある女ってやっぱモテるじゃないですか。まあ実際その僕が断密さんを押したところで多分いけないんでしょうけども、なんかこうバリバリに強そうな女ってなるとやっぱちょっとねえいけなさそうじゃないですか。キャプテンマーベルは押しても多分いけないじゃないですか。キャプテンマーベルを押せるかっていうと僕は押せないですね。あれキャプテンマーベルって女性だったよね。あれキャプテンアメリカは男性でしょ。キャプテンマーベルは女性だった気がする。ブラックウィドウ。分からんけど。僕映画見てないから映画見てねえのによくキャプテンマーベル持ち出してきたなと思うんだけども、そんな感じです。はい、僕の近況報告でした。はい、あ、じゃあちょっとお便りいただいてるんで、読ませていただきます。アタリンさん、女性の方、僕と同じ名前だな。アタリンさんだってパクったな、紛らわしい名前つきやがって。女性の方、いつの間に下ネタばっかり言うようになってしまったのよ。あたりチャンネル時代のあなたはどこ行ったの？ところで以前口癖について話してたわね。前から気になったんだけど、あたりの一人称はいつも僕よね。普段からそうなの？あたりが自分のこと俺って言ってるの想像できないんだけど。というわけでお便りいただきました。何なんだろうねこのさ、
何々なのよとかさ、何々よねみたいな言い方ってさ、オカマっぽくない？僕だけそう感じるの。このいや僕はこのあたりんさん女性の方っていうのを信じるしかないからね、この人は女性だっていうことを前提でやっぱり接さなきゃいけないんだけども、この文面から漂うこのオカマ臭すごくない？何なんだろうね。ネカマじゃない？大丈夫？正直に言って、正直に言って、これもし男性だった場合、次回あたりんさん男性の方であのお手紙ちょうだい、うんね、正直に言ってくれていいんだよ、うん、それもネタにしてレディをやりたいから、うん、そういうコミュニケーションプライスです。よし、何の話してたっけ。あ、一人称の話ね、うん、あ、そう、当たりチャンネル時代のあなたはどこ行ったのっていうね、うん、どこに行ったんでしょうね、うん、いや僕の中ではまだ生き続けてますよ、当たりチャンネル時代の僕は。なんならこのレイディオだって当たりチャンネルレイディオって言ってるぐらいだから、この当たりチャンネルレイディオだって当たりチャンネルの一個ですよ。そうですよ、うん、一人称はいつも僕です。はい。でいつからその一人称が僕になったかっていうと、YouTube を始めた時からなんですね、僕 YouTube を始める前は一人称俺だったんですよ、うん、俺さ、俺超マジバリバリだからとか言ってたわけですよ、うん、でも YouTube を始めるにあたってやっぱり一人称が俺じゃない方がいいなって思ったわけ。俺そう思ったわけよ。やっぱ俺のまんまじゃなんかなんていうの、民はついてこねえつうか、やっぱみんなからのリスペクト的なものもやっぱ集めらんねえと思ったわけ、うん、だから、まあ、僕で行こうかなって思ったんすよ、うん、そんな感じです、うん、だからもう普段でも僕ですね、一人称は、うん、もう俺って言わないんじゃないかな。母親と妹の前だとたまに俺が出るかな、うん、でも僕の母親と妹と話す時なんてだいたい甥っ子めいっ子がセットだから、一人称はだいたいおじちゃんだね、うん、自分で自分のことおじちゃんって言ってるから僕は、うん、だからそんなに俺は使わないね。もうだってそれこそ最初はこう自分で自分のことを僕っていうことに対してはもうすごい違和感があったし、全然慣れねえなってこうもうなんかモヤモヤするなと思ってたんだけど、もう今となっては逆に俺って使う方が違和感すごいもんね。人間って慣れるもんですね。だから普段からもう僕ですね。仕事場でも僕だし、うん、誰と話してても僕ですね。うん、皆さんは一人称はどういう感じなんですかね。私、俺、僕、私、うん、女性だと私とかが多いのかな、やっぱり。自分の名前で一人称が自分の名前っていうのはやっぱり女性に多いのかな、まあ、若い女性に多いのかな。やっぱ社会人になると少ないよね。いねえな、僕の周りではいねえな。そんな感じかな。どうですか、一人称なんかあれ、皆さんの身の回りで変な一人称使ってる人とかいないかな。オイラとか言ってる人いないかな。オイラこの前さ、牛丼一日で5杯も食べてしまったでごわす。オイラに引っ張られすぎだな。なんだろうな、このオイラの出ぶ感やばいな。すごくない？オイラの出ぶ感すごいよね。いや、オイラに対してのこの風評被害かもしれないんだけども、
すごいな、オイラっていうともうなんかデブっぽくなっちゃうもん、話し方がオイラオイラになっちゃうもんだってオイラはボイラー、うん、はい、お便りありがとうございました。じゃあゲーム実況の近況報告いきましょうか。継続してプレイしているゲームとしては、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ、そしてドラゴンクエスト、この2本となっております。今週ゲーム実況が終了したゲームとしてビヨンド、トゥーソウルズ、そして龍が如くセブン、光と闇の行方、この2本最終回まで行きましたね。行きましたね。龍が如くセブンは面白かったぜ。ストーリーが最高に良かった。何よりも春日一番が良かった。主人公の春日一番が本当に良かった、うん、ただ本当に思うのはもう RPG じゃなくて良かった。なんで RPG だったんだろうっていうのがね、本当に悔やまれる。今これ収録してるのが4月の12日なんだけども、2日前4月10日に発売したファイナルファンタジー7のリメイクのね、あれ先週話したよね、多分これ先週話したと思うんだけど、 FF7 のリメイクの戦闘がめちゃくちゃ楽しいわけ。 RPG なんだけどもアクションと融合していて、それはもう爽快感が激しいわけ。龍が如く7もああいう感じを目指してたんじゃないかなって思うわけ。でも多分できなかったんだと思うのよ。それをこの時期に FF7 リメイクであれをやってくれたってことは、龍が如くの次回作に期待できるかなっていうところが僕の中でありますね。多分あれが理想形だと思う。思い描いていた龍が如く7の戦闘スタイルって多分あれだと思うんだよ。でもなんかうまくいかず、多分あれに落ち着いた、今の龍が如く7の感じに落ち着いたんだと思うわけ。だから次回作では多分ああなるんじゃないかなって勝手に思ってる。全部僕の妄想だけどね、うん、でもあながち間違っちゃいないと思うんだよな。やっぱさ、スクウェア・エニックスのこのファイナルファンタジーとセガの龍が如くってなると、やっぱり開発力って全然違うじゃないですか。かけているお金も多分違うだろうし、売れる本数もまあ違うだろうしってなると、やっぱり何ていうの、リソースっていうんですか、やっぱり変わってくるだろうから、要はもう次回作はもうパクれ FF7 を、それでいこう、誰も文句言わねえと思うぜ、あれでいいんだ、あれで。ということで、実況開始したゲームは特にないんですけども、次のゲーム実況何しようかなっていまだに悩んでるんですよね。4月12日段階でやりたいゲームが多いんだけども、同時に複数本をこなせるかっていうとこなせないから、何か一本に絞ってやらなきゃなって思ってるところであります。まあ決まったら、すぐ実況動画を撮って動画を上げたいと思うので、よければご覧になっていただければと思います、はい、じゃあ次の、あ違う、お知らせです。このあたりチャンネルレイディオ過去仮では皆様からのお便りを募集しております。この雑談の感想やゲーム実況の感想、そしてリクエストなどなど、この動画の概要欄の投稿フォームからどんどん送ってください。採用された方には素敵なプレゼントをご用意しております。それは何かというと、私の熱い投げキスです。今週お便りいただいたのはあたりさん、あたりんさん、女性の方ね、何回送ったか、もう1人5回ぐらい送るぐらい、ありがとうございました。まあ皆さんもね、もし何か面白い話があればどんどんお便りいただければと思います。今回はなんか面白い一人称の人がいたら教えてくれというお話でした。いや別にこれじゃなくてもいいんですよ。もう身の回りで起こったなんか面白い出来事とかね、送っていただければ、お便り読ませていただきます。それではあたりチャンネルレディオ過去仮第84回でした。それではまた次回、バイバイ。